千毛谷遺跡は、群馬県気流市川内町三丁目にある、縄文時代から古墳時代にかけての遺跡。戦場耳飾りや、石族の出土地として知られる。土星寺職土星寺職群気流市中西部の川内町三丁目、渡瀬川と山田川の合流点近くの、貸し団球場に所在する。遺跡名は、旧、砂が村のあざなに由来するが、千毛谷との読みは、 千や街道、千や街道の二通りがあり、地元の気流市では、千や街道、群馬県立歴史博物館では、千や街道としている。発掘調査は1946年から1974年まで、園田義雄を中心として断続的に行われ、関東地方の縄文時代番記を指標する土器形式として、専門式土器が設定された。 1973年から、気流史教育委員会による発掘調査が行われ、1977年以後の調査では、縄文時代後期、晩期の縦穴住居跡、祭祀に関わると考えられる、排斥遺構や石棺母群が発見された。1号住居跡と,と4号住居跡からの出土遺物は、耳飾りに代表される、 送信具類の豊富さや膨大な石族の出土量など、他に類を見ないもので、その学術的価値は極めて高いと評価され、1984年6月6日に上野千もおつ遺跡出土品として国の重要文化財に指定された。これらの指定物件は1986年から1988年にかけて保存修理が実施され、 群馬県立歴史博物館に帰宅されている。ありがとうございます。